ナイトウィッシュ、ナイトウィッシュ、ナイトウィッシュは、フィンランド出身のシンフォニックメタルバンド。1990年代後半にこの分野の音楽が、躍進する上で、最も重要な役割を担ったバンドの一つとされ、オペラティックメタルの代表的存在として知られる。バンドは、リードソングライター及びキーボーディストのゾーマス、ホロパイネン、ギタリストのエンプブオリネン、 リードシンガーのターヤ・トゥルネンによって結成された。バンドはすぐに、ドラマーのユッカ・ネバライネンを迎え入れ、1997年に、デビューアルバム、エンジェルズ・ホール・フーストの発売後に、ベーシストのサミ・ベンスケが正式に加入した。2002年、バンスケの後釜としてマルコ・ヒエタラが加入。ヒエタラは、ホロ・パイネン、または、ゲスト歌手によって行われていた男性ボーカルの役割を引き継いだ。 エンジェルズ・ホール・ファースト以来、母国フィンランドでは顕著な存在だったが、彼らは、アルバム、オーシャン・ボーン、1998年、ウィッシュ・マスター、2000年、センチュリー・チャイルド、2002年を発表するまで、世界的な名声を得ることはできなかった。2004年に発売した、アルバム、ワンスは100万枚以上を売り上げるヒット作となり、アメリカ合衆国でもブレイクを果たした。 アメリカ最大のヒット曲、Wish I Had an Angel は、MTV でのオンエアを受け、アメリカ映画のサウンドトラックにもなった。バンドは2015年10月、トゥルネンを解雇する前に3枚のシングルと2つのミュージックビデオのほか、ベスト・オブ・ナイト・ウィッシュのために、スリーピングさんの再録音を生産した。彼女の最後のパフォーマンスは、ライブアルバム、DVD、End of アンウェラに収録されているコンサートである。このコンサート後、他のメンバーは彼女に公開書館で解雇を通じた。2007年5月、トゥルネンの公認として、アネット・オルゾンの加入が発表された。同年9月、6作目のアルバム、ダーク・パッション・プレイを発売し、世界で約200万枚を売り上げた。アルバムのリードシングル、アマランスはヨーロッパで、 ナイトウィッシュの最も成功したシングルの一つになった。アルバムを携えての世界ツアーは2007年10月6日に始まり2009年9月19日に終了した。ライブアルバムメイドイン、香港は2009年3月に発売された。7作目のアルバムイマジナリアムは2011年後半と2012年はじめに様々な国で発売された。 2012年10月1日、ツアー中にオルゾンの脱退を発表。ツアーはリバンプで元アフターフォーエバーのメンバーフロールヤンセンをサポートに起用し続けられた。2013年10月、ヤンセンが正式メンバーとなり、長年にわたるセッションプレイヤーであったイリアンパイプス奏者のトロイド・ノクリーがバンドの常設メンバーになったことを発表。 2015年3月27日、アルバム Endless Forms Most Beautiful を発売し、批評価から肯定的評価を受けた。ナイトウィッシュはフィンランドで3番目に商業的に成功したバンドかつ音楽的存在であり、フィンランドで約90万枚の CD を売り上げている。このグループは世界で最も成功したフィンランドのバンドでもあり、 世界で800万枚以上のレコードを売り上げ、アルバムで5作、シングルで13作がチャート1位を獲得し、60以上のゴールド、プラチナ認定を受けている。キーボード担当のツオマス・ホロパイネン、ギター担当のエンプ・ブオリネンの2人に、ボーカル担当のターヤ・トゥルネンが加わり、アコースティックプロジェクトとして1996年7月、フィンランドの規定にて始動。 三人は10月から12月にかけて、ナイトウィッシュ、ザ・フォーエバー、モーメンツ、エティエーネンの三曲を録音するが、このデモでは、レコード契約には至らず。なお、バンド名は、この楽曲名に由来する。トゥルネンの強力なボーカルに驚いた二人は、ヘビーメタルを愛好していたこともあり、翌1997年に、ドラムス担当のユッカ・ネバライネンを加入させ、4月に、 スタジオ入りして、ヘビメタルの要素を取り入れた7曲のデモを録音する。これにより、同年5月に、フィンランドのレコードレーベル、スパインファームレコードと2枚のレコード役を獲得し、11月に、エンジェルズ・ホール・ファーストでデビューを果たした、日本版は2004年7月22日発売。同アルバムは、フィンランドのアルバムチャート31位、さらに先行シングル、カー・ペンターは、 シングルチャート8位となった。1998年、正式ベーシストとして、サミ・ベンスケが加入し、12月に、本国で、オーシャンボーンを発表。このアルバムは、楽曲、演奏、音質、他すべてにおいて、前作を凌駕しており、ホロパイネン自ら、実質的なファーストアルバムと言わしめるほど充実した作品となった。フィンランドでのチャート成績は、 アルバムチャート5位、シングル、サクラメント・オブ・ウィルダーネスは、シングルチャート1位。同アルバムは、翌1999年にトイズ・ファクトリーより、日本版も発売、4月21日されたほか、世界各国でも発売された。このアルバムで、世界進出したことにより、特に、ヨーロッパや南米で、大きな人気を得ることになる。さらに、ドイツで、 ゴールドディスクになるなどブレイクしたことより、シングル、スリーピング3を発売。2000年に、新曲、スリープウォーカーで、ユーロビジョンソングコンテストのフィンランド最終選考に、残り、電話投票で圧勝したものの結局2位という結果で、終わる。その年の5月に、ウィッシュマスターを発表、フィンランドのアルバムチャートで、初登場1位、3週連続でトップになり、 ゴールドディスクに認定される。2001年、前年に、フィンランドのタンペレで撮影、録音されたライブ作品、From Wish to Eternity が DVD、VHS、CD で発売。日本版は2004年7月22日発売。6月に、ゲイリー・ムーアのカバー曲をタイトルトラックにし、新曲やリメイク曲を収録した、Over the Hills and Far Away を発表。 日本版は、翌2002年1月23日発。フィンランド国外では、フロムウィッシュゥ・エタニティのトラックが追加された。それから間もない同年10月、ベンスケが脱退し、フィンランド初のプロフェッショナルメタラーであるマルコ・ヒエタラが、加入することが発表される。2002年、ヒエタラのボーカルと予演数私立還元楽団を、フィーチャーした、センチュリー・チャイルドを発表。 同アルバムはフィンランドにおいて、発売2時間でゴールドディスク、2週間でプラチナムディスクに認定される大ヒットとなり、日本でも次第に注目されるようになっていく。2003年、ドキュメンタリービデオ、エンド・オブ・イノセンス発表、日本版は未発売。ホロパイネンラの証言や、過去の貴重映像、ライブ音源などが収録された。バンドを大きく躍進させる新作。 ワンスが2004年6月7日に発売。日本版は同年7月21日発売。今回起用されたオーケストラは、ロンドンセッションオーケストラで、映画、ロード・オブ・ザ・リング三部作のサウンドトラックに参加したメンバーでもある。正確に言うと、ロンドン在のオーケストラから集められた演奏者の中に参加メンバーがいたいうこと。今作は前作までの総売り上げを上回る大ヒットになり、 フィンランドでトリプルプラチナム、ドイツでプラチナムになったほか、世界各国でゴールドディスクやチャート1位にっていった。日本でも前作の倍以上のヒットとなり、2005年3月には初の日本ツアーとして4都市5公演をアングラと共に行った。さらに2005年世界陸上選手権、ヘルシンキ大会の開会式で大ヒット曲にもパフォーマンスするなど、 バンド活動は波に乗っていく。9月には、コンピレーションアルバム、Highest Hopes が発売された。今作に伴うツアーは、約1年半に及び、2005年10月21日に、ヘルシンキのハートウォールアリーナで行われた、最終公演は、ライブ DVD、CD、LP 用に収録された。そしてこの日、メンバーはトゥルネンに手紙を渡して、バンドを脱退するように伝え、 同時にその手紙を公開書簡としてインターネット上に公開した。この事件はニュース番組や新聞で取り上げられて大きな騒動となった。この書簡に対し、トゥルネンも同様に公開書簡で応じている。ツアー最終日の模様は翌2006年6月2日にエンド・オブ・アンエラとして発売。日本版は同年9月27日され。 即日ゴールドディスクになった。2005年10月21日以降のバンドの活動は予定通り停止するが、そこにボーカリスト探しという仕事が加わった。メンバーはおののソロで活動しながら、ナイトウィッシュとしての新曲をリハールし、2000人を超える候補の中からシンガーを選別していった。トゥルネン脱退から約1年半後の2007年5月24日。 公認ボーカリストとして、アネット・オルゾンの加入が発表された。彼女はミュージカルの主役を務めたことがあり、かつてはスウェーデンのメロディアスハードロックバンド、アリソン・アベニューで活動していた人物。その後ファーストシングル、エヴァをダウンロード販売のみのチャリティシングルとして5月25日に発表。8月にセカンドシングル、アマランスを発表し、アルバム、 ダークパッションプレイは9月26日に発売された。アルバムは12月までに母国で10万枚を超える売り上げになり、各国でプラチナディスクやゴールドディスクを獲得、ツアーも盛況で衰えない人気を示した。日本でも自己最高位となるオリコン54位を記録し、初のワンマンツアーを成功させると更なる成功を収めた。また世界ツアーの模様はアルバム、 メイドイン、香港としての濃さた。ワールドミュージックアワードでは、ベスト、セリングアーティストスカンディナビアを受賞し、世界で一番売れたスカンディナビア出身アーティストとして、表彰された。2010年より録音が始まった新作について2011年2月に、その一部が公式発表され、イマジナリアムと題されたアルバムと映画が制作中で、あることが明かされた。 2012年10月1日、ツアー中に、アネット・オルゾンの脱退が発表された。脱退の理由は、音楽性の違いによるメンバー間との圧力が修復、不可能であると判断したためであった。ツアーの大役には、元アフター・フォーエバーのボーカリスト、フロール・ヤンセンが参加することになった。2013年10月9日、それまでサポートメンバーとして、ツアーに参加していた、 フロールが正式なボーカリストとして加入することが発表された。これに合わせて、イリアンパイプス奏者のトロイド・ドノクリーの加入も発表された。2014年、ドラム担当のユッカ・ネバライネンが病気の治療専念により長期間の休業に入る。不在中はサポートのドラマーで対応する。2015年3月、フロールとドノクリーが加入してから初めてのスタジオアルバム。 エンドレス・ホームズ・モスト・ビューティフルをリリース。タイトルは、種の起源からの引用で、動物行動学者、リチャード・ドーキンスがゲスト参加。ライブサポートのドラマーは、カイハフトが担当した。2016年は、結成20周年にあたり、代々的なライブステージを展開。同4月に来日公演を開催し、同10月にも、ラウドパーク16出演にて再来日した。 同年秋にフロールの妊娠を発表。そのため、翌2017年は、活動を休止し休暇に当てた。そして2018年春より活動を再開する。2019年7月、最初期よりドラマーを務めたユッカねばらい年の脱退を発表。声明の中で、ユッカは5年ほど前より、深刻な不眠症を患っており、前のアルバム、エンドレスホームズ・モスト・ビューティフルや、 リリースツアーも不参加となり、その後もバンド活動には関わらなかった。結果、不眠症は解放に向かい、2019年7月までには治療の必要がないほどまでとなったが、バンドに戻らないことを決めたという。公認にはサポートドラマーとしてユッカの休業後からアルバムやツアーに参加していたカイハフトが正式メンバーとして加入することとなった。ユッカは今後裏方として、 バンドに関わるとしている。以前のナイトウィッシュは女性オペラのボーカルが盛り上げるシンフォニックメタルを演奏していた。彼らの音楽はゴシック様式の雰囲気を作り出す鍵盤と弦を持つ大胆で重厚でシンフォニックで映画的であると言われている。彼らはまたパワーメタルやゴシックメタルも演奏することで知られている。バンドの音楽は複雑であり、 階層化されていることも知られている。彼らのアプローチは壮大で、演劇的で劇的なものである。批評家チャドバウアーは、この音楽はいつも非常にメロディアスで思い出に残るコーラスと多くのフックを伴うと指摘している。女性ボーカルの使用法は一種の商標になったが、2000年代、半ばにエヴァネッセンス、ウィズ・イン・テンプテーション、リーブズ・アイズなどのような女性をフロントに置いた。 メタルバンド普及により、ラクーナコイル、トリスタニア、エピカなどの女性と男性のボーカルを混合したゴシックメタルバンドも誕生した。ベーシストとボーカリストのマルコ・ヒエタラは、バンドの音楽のスタイルをメロディック・シンフォニー・メタルと表現している。これは、バンドの作曲家、ゾーマス・ホロパイネンを含むグループの全メンバーが共有するものではない。バンドは、 単にシンフォニックメタルである。いくつかの批評家はデビュー以来バンドにゴシックなサウンドがあることを発見した。ナイトウィッシュの音楽は際立ったオペラ製のソプラノターヤ・トゥルネンの強力な声カリスマ性のあるフロントウーマンと区別されていた。批評家は彼女のボーカルはワンスではオペラ性が低くなったことを認めた。グループからターヤ・トゥルネンが脱退した後、 ナイトウィッシュは以前のアルバムの特有のオペラボーカルを残した。ナイトウィッシュの音楽は女性リードシンガーを中心にしているが、デビューアルバムエンジェルズ・フォールファースト以来、彼らのアルバムには何人かの男性ボーカルが通している。このデビューアルバムにはフォークミュージックとアンビエントの要素も含まれていたが、これは後のアルバムオーシャンボーンで捨てられた。しかし、アルバム ワンスの収録曲、クリークメリーズ・ブラッドは、民族志向のアメリカ先住民のメロディを使用していた。そして、2007年発売のアルバム、ダークパッションプレイでは、ジアイランダーとラスト・オブ・ザ・ワイルズにフォークミュージックの要素を取り入れている。当初、ホロパイネンは、主に神話やファンタジーをテーマに書いており、しばしば、刑事情学と自然への言及を用いた。ファンタジー小説は、特に、 ナイトウィッシュの歌詞に大きな影響を与えている。ウィッシュマスター、エルベンパス、ワンダーラストなどの曲はファンタジー小説。この場合はドラゴンランスシリーズと JRR トールキンの指物語に影響を受けている。アルバムウィッシュマスターの収録曲はウォルトディズニーとディズニーアニメーション映画に対する直接的な賛辞であり、ホロパイネンは彼の影響を受けていると公言している。 レフネームイコールパワーメトルレイ,レ,イレフ。アルバムダークパッションプレイの収録曲サハラフューエバーブリングスザナイトメドウズオブヘブンなどはファンタジーテーマへの回帰を特徴とする。これはスティーブン・キングのダークターシリーズの一つカーラの狼から緩やかな影響を受けているレフネームイコール p m 7レイレイナナ、レフザポエットペンデュラムの最初のセクションは ホワイトランズ・オブ・エンパスカというもので、ダークタワーシリーズの第七作、暗黒の塔を参照にしている。長年を通して、歌詞はより個人的になった。アルバム、ウィッシュマスターの収録曲、デッドボーイズ・ポエムは、非常に感情的な作品であり、ホロパイネンは、世界全体の遺産や遺言。死ぬ前にこの曲をやりたかったのは、私が思って感じることを世界に伝えたいから。 と語る。個人的なものは、ウィッシュマスターの後の作品、センチュリー・チャイルドでより明らかになった。トゥルネンは、歌詞は、もはや、私たちが慣れていた夢の世界ではな、人生の残酷な現実を扱っていないと、考えている。ワンスの収録曲、クオレマテキータイテイアンは、喪失の経験と芸術への影響を描写している。にもは、喪失の気持ちを扱い、レフネームイコールユー。 エンパイア、ホロ、レフ、デッドガーデンズはアーティストとしての障害に苦悩するホロパイネンの姿を描く。クリークメリーズ・ブラッドは19世紀末にネイティブアメリカンの状況を示すのどうぬ物語に基づいている。2007年のダークパッションプレイにはホロパイネンの人生物語として描かれているザ・ポエットペンデュラムなど珍しい量の個人的な曲が含まれている。 もう一つの曲、メドウズ・オブ・ヘブンは、ホロ・パイ・ネンの幼年時代の描写と、それが決して戻ってこないという気持ちが描かれている。バイ・バイ・ビューティフルと、マスター・パッション・グリードの2曲は、元メンバーのター・ヤ・トゥルネンとその夫・マルセロ・カブリについてのものである。アルバムのもう一つの曲、ケイデンス・オブ・ハーラスト・ブレスは、逃げることについての、非常に個人的な曲である。アルバムには、 エドガー・アラン・ポーや、ウォルト・ホイットマンのような著者への多くの言及も、含まれている。デビューアルバム、エンジェルズ・フォール・ファーストでは、フィンランド語の曲は一曲、それ以来バンドは、英語で歌を書いているが、唯一の例外は、ワンス、2004年のシンル、クオレマテキー・タイテイアン、イマジナリアム、2011年に収録された、インストルメンタル、ラスト・オブ・ザ・ワイルズに歌詞をつけた、シングル、 エアマンベヨマイナンとタイカタルビの3曲である。ホロパイネンはエアマンビメイナンの歌詞については非常に不確かであると考えている。なぜならフィンランド語での作詞はかなり難しくフィンランド語は素早く本当に安っぽく聞こえるという意見があったからである。バンドの主要な作詞作曲者であるホロパイネンはナイトウィッシュの歌のほとんどは 映画音楽から影響を受けていると語っている。ビューティーオブザ・ビースト、センチュリー・チャイルド収録、ゴースト・ラブ・スコア、ワンス収録、ザ・ポエット・ペンデューラム、ダーク・パッション・プレイ収録が、その一例である。ホロ・パイネンは、映画音楽は、ヨガのために聴く音楽だとも語っている。彼は、例えば、ヴィレッジ、バン・ヘルシング、クリムゾン・タイド、 そしてハンスジマーによって書かれた音楽の楽譜を好んでいる。バイバイビューティフル、ダークパッションプレイ収録や、ウィッシュアイ、ハドアンエンジェル、ワンス収録などの曲は、インダストリアルメタルや、ラストオブザワイルズ、ダークパッションプレイ収録、クリークメリーズ・ブラッド、ワンス収録、そしてアルバム、エンジェルズ、フォールファストには、フォークミュージックの要素が含まれている。 ナイトウィッシュが影響を受けたバンドには、チルドレン・オブ・ボドム、マイ・ダイイング・ブライド、ティアマットなど、ナイトウィッシュに影響を受けたことを公言するものも出てきている。オランダのシンフォニック、ゴシックメタルバンドエピカのリード歌手である、シモーネ・シモンズは、ナイトウィッシュの1998年のアルバム、オーシャン・ボーンを聴いたことをきっかけに声楽を習い始めた。アフター・フォーエバーのは ナイトウィッシュは新しい曲を作る際に私たちに確実に影響を与えていると語っている。パワーメタルバンドソナタ・アクティカのリード歌手、トニーカッコはナイトウィッシュが彼にどれほど大きな影響を与えているかを明かしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。